皆さん、こんにちは。滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さん、こんにちは。本日はこちら、ババン！ムーアというメーカーの GE200 というマルチエフェクターを、輸入代理店さんかなからお借りすることができたので、皆様にご紹介させていただこうかなと思った次第でございます。いろいろと鳴らしてみるので、いろいろ参考にしたりとか、楽しんでいただけますと幸いでございます。楽しんでくるの画面とズバババンという感じで。いつも通りおともともお見せしながらやっていこうかなと思います。最近発売された機種でね、ちょっと話題になっているからね、あ、それ気になってたっていう方も結構いらっしゃるかと思うんですが、たくさん音を鳴らしていきますので、ぜひともバリバリ音を聞いて楽しんでいただけますと幸いでございます。で、とりあえずちょっくら僕がまず感じたこととしては、その思ったよりもちっちゃいっていうことでございました。箱が届いた時、なんか僕は思ったよりもでっかいなと思ったんですよ。あれ、ちょっと思ったよりもでけえなっつって、でも箱を開けたらびっくり、思ったよりもちっちゃかったです。これも実物なんですけども、結構小ぶりです。結構小ぶりで、薄さも結構薄くて、重量もまあちょっとどっしりした感じはあるんですけども、ギターケースとかに入れても全然問題ないぐらいの軽さというか、そのぐらいの軽量さでございます。かなりコンパクトで、何よりもびっくりしたのが、その箱を開けてこの分かりやすさ、もうディスプレイ超でかいし、このボタンとかもたくさんあるし、なんかこのそれぞれパラメータとかも書いてくれてるから、あ、これもうめちゃめちゃ分かりやすいなっていうふうに、こうね、もうピンときましたよ。僕もピンときました。で、正直白状しますと、使い方、全く分かってません。使い方、全く分かんないですけども、多分ほぼほぼ分かる。知らないけど、ほぼほぼ分かるっていう感じでございます。もう僕ならもうピンときてるんですよ。もうこれ、こうすればこうだなみたいな感じで。思想環境としてはいつものビルローレンスに、ムーアの G200 に行きまして、ブラックスターの ID コアの方に、行っております。早速この2つをポチッと押すとですね、びっくりすることにチューナーが立ち上がるんですよ。そして鳴らすと、なんとびっくりだ、チューニングができる。で、このなんかのレビューに、このチューナーの反応速度が遅いって言ってた人いたんですけど、そんなことはねえと思うんですよね。全然十分チューニングできますよ。で、今これここがミュートになってるからね、音が出てないけれども、音を出したいときは何かしらでこのバイパスにすればいいんですよ。バイパスにすれば、それはここです。はい、来ました。これです。これがそのいろいろこのバリューというか、その値を変えるためのそのノブになってますので、決定したいときは押す。で、これをね、ミュートからバイパスに変えると、はい、音が鳴る。はい、 OK。 で、ここにマスターと書いてあるんですけども、これ多分マスターボリュームのことだと思うんで、音が小さいときは上げる、大きいときは下げるっていう感じで対応していきましょう。鳴らします。鳴りました。1番スウィーティで、このボタンを押していくと、まあ、そのパラメータというかプリセットがどんどん切り替わっていくと思うんですけれども、まあ、ちょっといくつが入っているのかわかんないですけども、とりあえずバーッと鳴らしていってみましょうか。ダミー、早速香ばしい歪みが来ました。いい感じでございます。フロッキング、あーと、オートワールですね。オートワール、ちょっと今日の仕事やって感じの、オートワー付きの、歪みって感じです。ディストピア。ディストピアってすげえ。
んな感じの面白いです。青月、赤つ、青月か、愛月入ってる。これもいい感じ。ちょっと思わずテンション高くなってしまうような面白い音でございます。クランチャー、いい感じ。この歪みいいっすね。歪みの感じニコクリーン、なんか普通にこの全体的になんかこの歪みの質感がなかなかすげえいいっすね。スーパーベンダすごく良い感じ。ベストタイムス。スコッティ・デュアル。KM リフ。フェンダー系とかですかね。ソニック・クリーン。ウルトラ・クリーン。ウルトラ・クリーン。感じでございますよ。で、これね、それぞれこのコンプとかディストーションオーバードライブ、アンプとかってもいろいろこのなんかボタンがあって光ってるじゃないですか。で、このディレイとかのボタンを押すと、多分ディレイのパラメータを呼び出せるんですよ。ポチッと押すと。ほら、来た。で、これを多分もう一回押すと、ディレイが切れる。で、リバーブに関しても、リバーブのパラメータを呼び出して、もう一回ポチッと押すと、リバーブが切れる。で、入れたいときはもう一回ポチッと押すと。で、ディレイも入れたいときも押すと。そうすると、このディレイを入れたり、リバーブを消したりすることができるっていう感じでございます。で、それぞれこのパラメータを呼び出しているときに、このバリューボタンじゃねえか、バリューノブかを回して、変えたいパラメータを押して、で、実際変えて、決定して、その値を細かくいじってっていう感じのシステムをやっております。もう見た目でわかるって感じですよね。見た目で。で、このタップのところが光ってるので、おそらくこれを、タイプすれば。まあ、こんな感じで、タップで、ディレイタイムを操ることができるという感じです。で、プリセットモードに戻るときは、このプレイっていうボタンを押すと、戻るって感じですね。で、ここからまた。またすげえ起きた。すごい、めっちゃソリッド。この音いいな、シミュレートしてるんだろうなと思ったらアンプのボタンを押す。そうするとこの J900 とあるんですけども、まあ、これは JCM900 のプリセットってことなのかな、モジュレートというかシミュレーションなのかな、ちょっとわかんないんですけども、
そんなのも知ることができるという感じです。でこれからまたね、細かく例えば歪みを強くしたいなとか、なんかこうプレゼンス上げたいなとかってあるんだったならば、ここからまたこのバリューボタンを押して。パラメータをいじっていけば、その自分好みの音色が作れるという感じです。で、いろいろこの、いじってセーブしたかったら、上書きしたかったならば、このセーブっていうボタンがあるんで、これをポチッとやると、上書きセーブができるっていう、そういう感じだと思います。で、プレイボタンで元に戻って、また音を。ボイスプレイヤシミュレートなのかな、ちょっとわかんないんですけども、なんかそんなシトラスって音がすげえいい感じですね。この18番の音色すごくおすすめ。ちょっとお店で試奏することがありました。ちょっと18番トライしてみてくださいませ。あ、すごいいろいろ、あ、コッホとかあるよ。コッホめちゃめちゃ高いやつ、アコースティック系。でも55種類のアンプシミュレートがインサートされてるみたいですね。で、多分これなんか USB で接続してなんか、ね、アップデートとかできるんでしょうね。これまたね、そういうのすごいな、これ。トゥルーラブって聞くと中国のメーカーさんだから、さすがにこれはないか。でもこれは別にもうこの音色じゃないですもんね。こんな音色ないですもんね、あの曲の中に。ちょっとこれはまあ僕の勘違いというか、そのトゥルーラブ違いという感じですね。フェンダーコーラスクリーン、あー、こういうのもいいっすね。すごい好きな感じ。こういう音色もすごくいい。プレリュード、エンドアズラバー、ラブル、パワーストラック、このソリッドな感じいいっすね。この NS が多分ノイズリダクションのことなんでしょうね。これを多分消すとこんな感じでめっちゃノイズが入るんですけども、このノイズリダクションをちょっと強めにかかってくれることで、なんかすごいこうデッドな雰囲気が出せるのかなという感じでございます。で、ちょっくらこれは何だろう、
タップじゃなくなりましたね。ああ、わかった。あれです。コントロール、パッチによってそのコントロールかタップなのかが多分これ選べるんですよ。このコントロールモードの時はこの、この周りのさ赤いのがさ、その点滅するわけじゃなくて点灯になるわけですよね。で、点灯になってる時にポチッと押すとその青と赤のこの2つのモードが切り替えられるんです。で、これなんで、この2つのモードが選べるのかっていうと、ここのラインをちょっと見てほしいんですけども、ポチッて押すと、かかってるエフェクトが変わるじゃないですか。で、これで、押してエフェクトのオンオフをすることで、その音色のチェンジをすることができるって感じだと思うんです。で、その切り替えとかをするのが多分このコントロールとタップっていうこのボタンがあってこれだと思うんですけど、これをポチッて押すと、ほら、このコントロールモードかタップモードか選ぶことができて、これをタップモードに設定すれば、このペダルがタップモードになって、腕をかけた時に、っていう感じで切り替えができるんだと思います。コントロールモード、はい、そうです。もう完璧に終わりました。コントロールモードにしたいときは、このコントロールモードでそのポチッと押して、で、その次の画面で、そのどのエフェクトをオンオフしたいのかを選ぶことができると。例えば、そのアンプシミュレーター、オーバードライブとかをそのオフの設定しとけば、めちゃめちゃ歪ませた後に、使い方ができるという感じでございます。もう一回行ってみましょう。AC すごいなんか使い方を学びながらみんなでこうね覚えていく GE200 みたいな感じの動画になってきました。だからだいぶなんかね使い方分かってきましたね。だいぶ見えました。トリノ、パワーフォア、アンビエントゼット。こんな音色もあったりとかする感じがあります。トゥルーチューブドライブ。これは イベントワールドという音色でございました。すげえな、なんか本当にいろんな音がありますね。ポップドライブ。そして何よりもこれ、いつまで続くんだろうという気持ちもちょっとなきにしもあらずですけども。40、トレモロラブ。じゃあトレモラブだ。あ、でも。
歪みの質感すげえいい感じ。これなんだろう、リーガルトーンオーバードライブ1ピュアブーストブースターがかかってるんですね。このすげえなんか、ちょっとごめんなさい、トレモラブっていうあのパラメータですけど、トレモロいらないかもしれない。これすげえ、これめっちゃいい感じ。43番トレモラブ、すげえなんかいいっすね。なんかめちゃめちゃボームという感じというか、 D チューンダークジャズ、このスムーザグ、あーあー、この辺の音色いいな。これも多分あれかな、 UK 違った、違うアンプシミュレーターだ。これとかもすげえなんかいいな、いいですね。いいですね。あいやいやこれはなんだ、これはなんだ、これがトークワウアー、おーおよおよもありますよ、あやあやもあればおよおよもありますよ、あや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 あG200 は半端ねえな、やることが違うぜ。これはちょっとなんか よおダブステップ、それビヨビヨ言ってます、ビヨビヨマリオ、怖っ。音が入ってますね、アコースティック、アコースティック、
めっちゃなんかリバーブがちょこ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 っていってます。モジュレーションでピッチシェルト分かってますね。だからなんかきらびやかなんだ。オフにすると入れると、なんかミンミンした感じのなんかきらびやかな感じが、スイッチ、ザミン、ブラックチリ、あれ一瞬したかな、フロッキング、これありましたもんね、さっき。なんでここからまあ、でもなんかこんなんあったっけ、二国目、これはあった。でもソロ若干違う、ベストタイムだったな、さっき。ゲームリフあった。ソニッククリーン、ウルトラクリーン、クラシカルメタル、あったと思います。ブルースプレイヤー、でもさっきなんか音色が違う。違いますね、名前は一緒なんですけど、ハイゲンスタック、ディーポン、ファンキー、ファンキーファンキーエリガルフィアン、コーラスクリーン、プレモルクリーン、オーディービード、おー、 AC ドライブ、コーラス、アンプシミュレーターは HWT ハイワットってことか、これはピュアビュースター、ブースターがかかっているみたいです。なんか不思議な感じで面白いですね。なんかこの、これもしかしたらループできるのかもしれないですね。これでなんだろう、どうするんだろう、なんかペッてやると、あ、始まった。おお、なるほどね。長押しでクリア、 OK。Thank you.
やばい、これはこれはこれは一日中遊んでられるやつだ。これはやばい、わかりやすい。これは、あ、2回押しか、この止めるって2回押しだ。で、ここでなんかハーフスピードできたりとか、なんかこれハーフスピードできたりとかするらしいんですけども、これできるかな。ピックアップって声拾ってくれるかな。もしもーし、もしもーし、聞こえます。使い方としてはなんかこんな感じです。これ押すじゃないですか。おえらじろ、リバーします。あ、ダメだ、ちょっと太めですね。あのね、俺じゃねえよって聞こえるはずなんですけども、おえらじろって俺じゃねえよって聞こえるはずなんですけども、ちょっとあの中学校の時にその体育館でその、あのなんか集会の時に屁こいた友達が、俺じゃねえよって言ったのがすごい伝説となって、その僕らの中でその俺じゃねえよって言った友達をすごいもう超中学校3年間いじりまくるっていう。で、そのいじりまくった結果がよくわかんないけど、その俺じゃねえよリバースしてなんか言い合うっていうのがすごいこの流行ったことがあって、なんかそれでこの長田っていう友達はなんかあだそうだったりとか、なんかこう俺じゃねえよはなんか俺ならジョブだったりとかしていう、なんかそういった思い出があって、今それを活用する時があったかと思ったんですけども、できなかったですね。ちょっとあの試してみてください。あの上ならジョーです。あのアコギの人は試せます。上ならジョーってこう言うとピックアップにこう言ってさ、上ならジョー、俺じゃねえよこの話はいらんかったな。ということで、ジェシエンプレックス、おプレクシーっすね。いい感じのこの、パワーコア、アンプなんだろう。みたいな感じがすごくしますけど、僕的にはアンビエント Z、 さっきは飛び飛びで遊んでばっかだな。シルエドライブ、聞いててなんかすごいめちゃめちゃこの歪めさん、いい感じじゃない？また来たで、ダグザッと来たぞ。この歪めの質感僕すごく好き。あ！ってことはもう大体もう一周したかと思いきや、ビジザウィンドってなんだ？これダストインサウィンとか、ちょっと違う、ホースマン、これはポリスマン、フローウィング、あ、なんかすごい。
みんなが大好きそうなんです。みたいな歪みができました。スローバイオリン、トークインスリープ、ドライブスタック、こんな感じのノーマルクリーン、スイートラテン、いいっすね。レーザー、ヘルカイボイス、ホールラブ、めっちゃ音色がたくさんあって、最初50種類ぐらいだと思ったんですけど、110らしい。110くらいで、さっきのこのぐらいしかわからない。オートワール、アルタースペース、ハイクボーイ、クリーントーン、ソロイスト、コーラスアンサンブル、コーラスアンサンブル、ワウリード、ブラックホール、ブラックホールですね。ウォータードロップス、アビータってあれじゃないですか。みたいな感じのめちゃくちゃ難しいやつ、ジェイソン・リチャードソン、弾けないけど。カウバがザ・オーシャン、オーシャン、エイティーズロック、またブルースマスター、エンターサンド、ってやんなきゃいけないわけですね。コーラスドライブ、エンプティスペースってやっと終わったかと思ったら、まだか。シークレットサマー、これはシークレットベースっていうね、ちょっと違う、リオンドラム、これは
ということになるわけですね。ビヨンドラブ、クールケイザーフライグマッティネス。面白い。トワイライト。バウン。ストレス。すごいめちゃめちゃなんかあ楽しくなっちゃって、普通に遊んでるだけの動画でしまった、まあ、こんな感じでその、ね、買ってもまず150個の、ね、エフェクターをバーッと入れることができるという、そういう感じでございますよ。これで切り替えをすることもできるし、これで切り替えをすることもできるし、とりあえず僕としてはそうですね、お店でもし試奏する機会があったらちょっとメモっといてくださいませ。この6番の音色面白いと思います。で、このあ、ウルトラクリーン、これもいい。こういうクリントンすごくいい。このコーラスのね、この具合がすごくいいんですよ。16番、6番と16番とクラシックメダル、これも割といいです。この歪みの質感を楽しめると思います。で、18番、このブルースプレイヤー、これめっちゃ僕好き、一番好き、確かに一番好きです。これ一番好き。あの18番ぜひ弾いてほしい。で、他にもなんか、ね、面白いのたくさんあったんですけれども、まぁ、ちょっとね、動画をまた見返していただいて、なんか面白そうな音色をね、店頭で試奏するときに使っていただければという感じでございましょうか。まぁ、なんかね、いろいろとパート音鳴らしましたけども、まぁ、分かっていただけたのは、まぁ、結構いろんな音が鳴るんだなってことが分かっていただけたかと思います。アンプシミュレーターだけでも、ここのパラメーターが50いくつまであって、55まであって、で、このディストーションオーバードライブのモジュレートに関しても、シミュレーションかに関しても、20まであります。で、キャビネットに関しても26まであります。すごいっすよねそんなにって感じですけども、55種類、26種類も20何種類がもうその組み合わさったらもうとんでもねえわけじゃないですか。で、他にも何だろうな、このエクスプレッションペダルとか、あとですね、これとかも多分どのパラメータをいじるとかを選べるんでしょうね。そのワウなのか、ボリュームなのか、それともディレイタイムなのかとか、ディレイの先導量なのかとか、他にもこのチェインっていうボタンを押すと、多分並び順とか変えられるんだと思います。こんな感じになってますよ。カーソル見えてますでしょうか。これパブっていくと、このカーソル動くんです。で、このカーソルが動かせるっていうことは、多分順番入れ替えることができるんですよ。なんかこのあれとこれを、ほら、こんな感じで。一応この並び順は変えられないけれども、この並び順は関係なく、どういう順番でこのエフェクトをかますのかというのをここでその選べるわけですね。めっちゃわかりやすくない？全然何の問題もないレベルのこのわかりやすさで、他にも、チェーンが終わったならばシステムの方、インプットレベル、スクリーンとか、USB オーディオ、そうですね、まあ、普通のオーディオインターフェースも使えるんで、まあ、その辺のこのパラメータをいじったりとかすることができるんでしょう。で、リズムマシンは触ってないけども、鳴らしてみましょうか。せっかくだから、最後までいってみましょう。で、リズム、ほい。Yeah. Yeah.
こんな感じになるわけでございます。で、このね、あのパラメータをいじると、まあ、分かりやすく、そのいろんなリズムが入っているということだと思いますので、全部で40種類かな、単語。単語が何だろうか全然わかりませんけれども、そんなリズムもあったりする感じでございますよ。これで多分もうほぼほぼ喋ったと思います。ほぼほぼ喋ったと思います。この動画も丸一本見ていただければ、このムーアの G200 の全てがわかったかと思うんですけれども、いかがでございましょうか。とりあえず、途中で僕が単純に楽しかったね、その遊んでるだけの動画やってしまった感じも否めないですけれども、今回聴いていただいたサウンドをちょっと参考に、もし皆さんが楽器屋さんとかでね、あの試奏する機会があったら、もしくはその、ね、ネットの通販とかでポチッと、しようかなと検討しておりましたら、今日のこの動画のサウンドをいろいろ参考にしていただけますと幸いでございます。すげえ長くなって大変に申し訳ございません。そんな感じで、まあ、今回の動画を終わりにさせていただこうかなと思います。今日の、動画はこちら、ムーアの GE200 の、ご紹介動画でございました。参考になりましたら幸いでございます。それでは、さよならバッハ会というところなんですけれども、最後に、私、滝沢勝成、ツイッターなどやっております。もしよければ、TIKAJAWA、もしくは概要欄の方からツイッターの方をフォローしてみてくださいませ。そちらの方からね、いつもお知らせとか、更新情報とかお知らせさせていただいておりますし、リプライで、リクエストとか感想とかをですね、どしどし受付しておりますので、何か思うことがあったら、コメント、プラス、ツイッターの方からも、リプライ、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで、じゃあまた違う動画でお会いいたしましょう。なかなかとありがとうございました。それではまた違うところでお会いしましょう。さよなら、バカバイ。